ありがとうございました。ありがとうございました。清掃と寝巻きみたいな本当にすいません。健三久しぶりに見ます。健三来てたらちょっとだけお金あるって勘違いされて聞いたんで。なるほど、すいません。いいでしょう。ありがとうございます。下北沢、はい、見るとね、今日が初日ということで、はい、満員で入っていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや嬉しいですね。こんな暑いですけど。めっちゃ暑い。いっぱいやから暑くて。あ、そうですね。はい、熱気が、うん、はい。今日が初日ですもんね。はい、なので今日から、はい、本当に、まあ、すごいやるんですよね。やっていただけるんですよね。やるんですよね。一言の3人。そうですね。はい、3週間ね。3週間やるので。1日2回公演で。すごい、ほんまにね。そんなロングなことないん で、 そうです、ね、ちょっとぜひともね、なんかこう、ツイッターとか、はいはい、SNS とか、もちろん皆さんもしていただいてる上なんですけども、しつこくこうすると、また知らない方が、また、でも普段ツイッター見てなかった人が、久々開いたときまた気づいたりするんで、継続的につぶやき続けていただけると嬉しいです。お願いします。はい、ありがとうございます。この映画、去年撮ってたじゃないですか。はい。1年前、1月22から25の4日間で東京でやっております。で、まあ、はい、目標としてはこう映画館で上映したいっていうのをね、僕ら目指してやってて、で、まあ、それが1年経ってこう上映が始まったわけなんですけど、はい、聞くところによると、この映画をいろんな映画館でこう上映してほしいって言って、一番最初に OK してくれたのがこのトリウッドさんで、うわー、素晴らしい。そこからこうありがとうございますっていうところで、まず一つ決まって、はい、で、いろんなところに決まって、そうですね。で、まあ、東京ではね、この間新宿でテープシネマとか、名古屋でやっていただいたり、大阪でも、九州までもね、この映画がこれから行きますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、こう継続的に、はい、でもそうですね、撮影したの下北のね、あ、もう本当、もうほんまこの辺でも結構やりましたもんね、はい、結構下北はうろちょろね、撮っておりましたね、結構雪が本当詰まってる時期やったので、それこそ積もってる僕なんて言いました、何回詰まってるのかな、詰まってるって言いました、積もってるんですよ、積もっている時期でしたので、表現は自由ですよ、はい、それこそもう見てもう一瞬で分かったと思うんですけども、はい、それこそ多いです、それこそ大丈夫ですよ、大丈夫です、ちょっと緊張して、あと1回だけいいですよ、はい、次はどうなんですか、分かりました、それこそ、わー、使ったライブシーンはすぐそこのライブハウスさんで、エラっていうところでね、エラさんで、撮影させていただいてね、はい、それもうライブ失って、もうライブ最後はそれこそです。わかりました。要約する、要するに下北沢さんにすごいね、お世話になって、下北沢さんって嬉しいなと思って、下北沢さんいますみたいな、上北沢さんも空回りですね。いや大丈夫です。上中城屋さんが、はい、ファンさんの、はい、想像だけで素晴らしいんだを、あれやってるとこも線路沿いのところで、ね、鈴なりという、はい、劇場があるところで見ていて、はい、はい、そうですね、短冊のね、最後の雪のシーン、大人になってから の、 みんながこう短冊を書くシーンですね、あそこももう下北のすぐ裏の公園です。そうですね、ちょっと公園の名前まで覚えてないんですけど、さすがにね、まあこれはここだけの話ね、はい、もう本当にいつ撮影止められるかビクビクしながら、もうこれの話です、結構トラブルというかあったんです、はいはい、時間ない中でやったし、そこの鈴なり城屋さんが弾いたところも、はい、もうコンコンってやって、今から下で歌わせていただいてもいいですかって聞いて、はい、いいよって言われて、やってるんですね、そうですね、
でも2階の住人のおじさんみたいな方がいて、これもう一度ね映画見るとよくわかるんですけど、乗屋さんがこう弾いて歌ってる時に引き絵になったらですね、上の階のおっさんがガラガラってやって、実はそのおっさんには許可もらってなかったの、届いてなかったんですよ。く見るとそこも注目ポイントです。急にやってるから、あれはワンテイクです。ワンテイクですね。引きと寄りと2回撮ってますけど、それで子供たちがたまたまこう撮りやすい。あれも OK テイクですね。いや、それがね、多分こう曲の良さとね、歌声の良さで一瞬立ち止まったけども、あのそのまま通り過ぎるといういい演出が加わってます。あと次もう一度見ていただくとき、そのおっさんを撮ってそこで注目してもらって、そんな険しい顔を、そうですね、寝起きやったと思います。夜勤なのかな。そこまで追いませんで、あ、すいません、ちょっとごめんなさい、これ一応あれか、僕が聞いた方がいいです。まだ時間ありますか。あ、皆さんちょっとじゃあ思い出に残った撮影の、すいません、ちょっと僕がばっかり喋ってしまって、じゃあ最初横新さんから、ちょっと順番、どうでしたか、その撮影の時の、でもあのびっくりしたのはやっぱり、台本通りに撮っていかないっていうのが面白いなと思いました、まあ、最初に順番があるわけじゃないですか、若い頃から撮っていったりとか、で最終的に、まあ、あのジョアさんが歌ってるシーンであったりとかなんですけど、僕らがだから最初お邪魔させてもらった時って、あの一番最後の山本さんがパジャマ姿で、あの街中追いかけていくっていうところから始まったんで、なんかそういう撮り方はなんだなっていうのがすごい新鮮ですね。全部計算されてるんですか。いや、あの撮る順番は全く計算されてないですね。あのやっぱ本当はしてね、あの順撮りでこうシーン1からラストまで行くと役者の気持ちもつながりやすいんですけど、やっぱちょっとそれぞれのスケジュールだったり、はい、そういうことがあるので、まあ、あれはちょっと最終日にいきなり走ってもらう、あ、初日ですね、いきなり走って一番初めだった。あの雪降り始めの時だったんですよ。よう降るなって、まだだから積もってない、そうですね、でまさか積もるとまであの時はまだ思ってない。あ、なんかラストシーンいい感じになりそうですねと思ってて、はい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 、でどんどんテイク重ねていったら気ぃついた地面です。あの後にマジカワのPV 撮影があって、 その時はだから雪がすごい積もってて、びっくりしましたね。あの間でもほんま 1,2 時間ですよね。そうですね、一気にもうマジックアワーの雪の中でこう歌われてるあのミュージックビデオはね、あれも実は2回しか撮ってなくて、ね、あれやってる時もね、周りから苦情が、苦情すごくて、すごかったんですよ。あの、あれこそね、最後なんか後ろからこう傘さしたおっさんとか入ってくる。あの市役所みたいな人が来て、はい、怒りながらね、そうよかったね。あの、ああいう時ね、僕本当に思うんですけど、確かにダメやと思いますよ、あの本当に。でも許可取ってるんですよ、許可取ってて、うん、あのその上ででも思ってたなんかクレームがね、そんなの知らないじゃないですか、あのでも許可は取ってるんです、はい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 、でせめてパンさんの皆さんが演奏をね、あのしてる最中って見ればわかるのに、しかもカメラがこうやって動いて撮影中ってのもわかるのに、そこにズンズン来る、あのデリカシーというか、なんていうんですか、思いやりのなさ、ごめんなさい、ちょっとだけ思いました。でも最後はね、やりきって、こっちではもうわーってやりながら、あ、せめてもうカットでした後にこらーって言ってくれたらいいのに。分かります、分かります。あの時だけ主人公気分で来てるんちゃうか。そこまで計算してない。そこまで計算やってない。なんで君主人公になってるの。すいません、ごめんなさい、大丈夫です。はい、すいません、横新さん。僕の話は終わりました。おっさんの話、おっさんの話、おっさんの話。やりづらさとかありましたか、現場で。あのニートの役を、あ、そうです、引きこもりニート役なんですね。ニート役です。買い物帰りのニート役を。どうでした。ニート役をやってみて、どうでした。ちょっと笑いながら聞かれてまあ、やでもやっててすごい楽しかったですよ。なかなかね、経験できることでもないし、あの一緒にあの演じてまた森さんが、はいはい、やっぱり、はいはい、あのちゃんとしたちゃんとしたっていう方もあるんですけど、ね、あのバンドマン同士の撮影ではなくて、っていう方と一緒に演じれたのも良かったんですけど、ね、これ真面目なこの感じ大丈夫ですか。もちろんです、もちろんです。なんかボケ入れていった方がいい。いや、何もいらないです。
いやでもすごい楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます、うん、それ目がいいなと思いました。横新さんの僕はこう編集しながら、はい、ちょっと闇深そうな感じやっぱ横新さんが登場した瞬間にやっぱ何かあんのかなって思う。映画によってはあの後多分包丁出してこういう感じで、まあ今回はハッピーなね、まあ、どちらかというと日常的な映画なんで、それはなかったです。いやだから次やるときはちょっともしかしたら横新さんちょっと狂気的な役を見たいですね。サスペンスもう鍛え上げられたドラムの腕をこう、あの腕でさせる。いやいやごめんなさいよ。いやいやいいですよ、いいですよ。ちょっとぜひね、なんかスティックをね、こう考えてね。そうですね。いや今回一緒にやったからまたやりたいですねっていう。なるほど、遠回しやな、それ。ありがとうございます。はい、ごめんなさい。はい、じゃあ、うん、大輔さんお願いします。うん、何を言ったらいいんでしたっけ。包丁について。違うわ。撮影でちょっと、あ、撮影印象に残ったことや。はい。でもあの僕ら聞かされてなかったシーンで、はい、あのうん、ジョーヤがやっぱ歌ってるとことか、あ、そうですね、うん、やっぱ映画見てても良かったし、うん、あれを急遽決まったんですね、あのシーンって。もう急遽ですね、あの歌うことだけ決まってたんですけど、実際その音を使うか悩んでたんですよ。あのそしたらジョーヤさんがもうすでに、あの想像だけで素晴らしいんだけを歌うつもりでも練習してきてて、うんうん、あのちょっと他のなんか持ち歌とかなんかいろんなこと考えてたんですけど、うん、もうそんだけ練習したら俺歌わな帰られへんって言い出したんで、言い出してきた。いや違う、ちょいちょい言葉おかしい。めちゃくちゃでした。でそれでまああのでもやっぱパンさんの、まあ、楽曲っていうのもあったので、ちょっとそのなんかごっちゃりせえんかなとか思ったんですけど、あいざ歌いいろんな人が歌う想像だけで素晴らしいんだみたいならへんかなとか、あでもなんか結果やっぱあそこで3曲やっぱ使いたかったんですよね、ライブの音楽音源、それでリアルなあの CD の音源で、でその間にまあジョーヤさん の, あのアコースティック版が入ったことですごいなんかメリハリついて、なんか良かったなと思います。はい、はいはい、以上です。以上です。ありがとうございます。今からは、はい、はい、ホスト役本当ありがとうございました。あそうですね、大丈夫でした。いや大丈夫です、大丈夫なんですけども、あの散々な言われようやなみたいな、あ後輩に、はい、ああ的尾さん、赤飯にね、あれね皆さんももうお気づきだと思うんですけど、台本にあるのは数行なんですよね、2行ぐらいしか罵倒されない、うん、それをすべてあのアドリブでね、あの赤飯、はい、さん、赤飯がもう怒涛のアドリブであれ 5か6撮ったんですよ、ね、そう、ランテイクも全部違うこと言ってましたよね。そうそうそうすげえなと思った。めっちゃ怒られるやん俺。そうやね、そうやね、大輔さんに溜まってることがあったのかな。ちょっとね、気持ちも入りすぎて、気持ち入りすぎてたな。そう、でもあれあの、はい、いい表情していただいて、あと4人で歩く時の僕好きな大輔さんのも、ああ、ね、あれ効果を入れてるんですよ。コリコリコリ。コリコリコリ。ああいうのも好きやろ。バキバキですね。バキバキバキ。肩外れちゃう。肩外れ。外れずライブできて、はい、本当に良かったです。ありがとうございます。それでは、はい、こっちさん。いや、それでは。最後みたいになってる。いやいや、まだ3人目です。そうですね。はい、でも僕もむちゃくちゃ寒かったっていうのがもうずっとあって。薄着ですもんね。だから、ただでさえ寒いのに僕のあの衣装見てくれました。あれ最初僕あのインナーであのちょっとあのヒートテック着てやろうかなと思ったら絶対あかんって言われたんですよ。スタッフに監督かな、スタッフにか。ああ、それはすごい。そんな板前見たことないみたいな。なんか着てた。言われて。黒いの着てたら。そうそうそう。俺もちょっと半切れでもうしゃあないわ言って。本当にすごい。いやいや、もうでも、それでちょっと気持ちが引き締まって。ちょっとおしゃれすぎたんですよね、ヒートテック見えると。板前さんなのに、なんかちょっと。シャレ超えてるみたいな。シャレ超えてる。シャレ超えてる。新しい。だったんでね。そうそう。はい、で結構あの何テイクかやったじゃないですか。うん、だからもうやるたんびにもうあのちょっとあのカメラ回して戻しますっていう時になんか、うん、あったかいコートかけてくれるじゃないですか。はいはい、ただあれかけてくれた分次寒いからいらんってなって途中もうずっと。
ちょっと寒い寒いと思いながら麻痺して、はい、その方がまだマシや。あとまあプチ情報で言うと、ま、マッターゲーションなんで。あ、そうなんでした。プチ情報誰が興味それだけは次の撮影の時も。すいません、もし次の撮影寒い場所やったら北海道みたいなの。そうですね、足元に足と手をちょっと温めてもらえたら、ね、大丈夫かな、使える方北海道グローブみたいなのゴチさんって言ってくれ、はいはいはい、そうですね、休憩中はずっとここ。それでお願いします。ありがとうございます。すみません、ちょっと。はい、おじさん の表情がやっぱとてつもなく面白いっていう。あスタッフからもみんな好評の、何ですか、目合って、パヨン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 って音が。お母さんと目合った時ですね。そうですね、はい。あれはちょっと仮面ライダーの変身の音をイメージしてるんですけど。マシマシマシ。音の方を言うんですね。そうですね。音の方を言うんですね。そうです。で、その時の表情が、もうちょっと、なんて言うんですかね。はい、1ミリもふざけてはいないし、そうですよ、僕真剣ですよ、真剣ですよね。だから一言しかセリフなかったけど、割と練習はしてましたからね。すいませんと。オーバーの人がエイジにめちゃくちゃ怒られてね。そうですね。何年目だとか言われて。あれもアドリブですからね。俺何年目なんやと思いながら。で、すぐさまね、アドリブで。そうです。3年目ですみたいな。あ、5年目です。5年目です。あの時の表情があって、はい、それが面白くて、なんかその後ライブシーンでギター弾いてる人は一緒の人かなってちょっとね。あ、そうなっちゃいました。やっぱそれを表現したかったってことですもんね。やっぱゴチさん最初に見た時からギャップ萌えのタイプだなと。ギャップ萌えのね、はい、バンドマンのやっぱ方やなってこう思う。めっちゃ、はい、新作のあの、うん、もうすでにここにあるのだ、はい、あれのギャップ燃えしてましたね。思いますか、はい、全然本人のことあんまり分かってないですけど、ありがとうございます。急転調査の、ちょっとね、はい、苦しくなってきました。この間僕別の映画のちょっと司会やった時に、はい、なんか真面目なバーやったんですよ。今日はこうやってアットホームな感じで皆さん聞いてくれてるけど、ちょっと真面目なバーやって僕司会やった後に、厳粛な感じある事務所の方がね、はい、いやもうグダグダダメ、あの人あの人に司会させないでくださいって言われて、そこからちょっとあの上がり症みたいになってます。あんま変わってないですけど、ね、大丈夫ですか。はい、じゃあちょっと最後、じゃあ川さんに。あ、やっぱりこの映画はまあ、こうバンドマンがいっぱい出てるっていうのがそうですね、すごい面白いんじゃないかなって、うん、はいはい、実際したところに出てたり、あのバンドマンが、まあ、僕らもね、こう演じるのは初めてやったけど、みんないっぱい来てくれたじゃないですか。ああいう演技見てどうやったんですか。あ、やっぱりそうですね、そのびっくりすることの方が多いというか、うん、もともと僕やっぱ音楽されてる方ってすごい感性がやっぱこう磨かれてるというか、すごいなんていうんですかね、なんか普通の俳優さんとまた違った感性じゃないですか、音楽って。すごいやっぱり尊敬があるんですね、まず大前提で。その上でやっぱお芝居見た時に演技する多分スタンスが違うっていうのもあるんですけど、あくまでなんか基本的に皆さんご自身に正直にやろうとするというか、あまり嘘つかないみたいな。で、なんかでもだから、まあ、女優さんとかもそうやったんですけど、川さんも最初なんかすごい持ってきてくださったんですよね。ちょっと面白いキャラクター。僕が登場するシーン、ね、工場の前でパン食べてる、うん、はい、で、あ、今度何回か撮ってたんです。横の二人がアドリブでポンポンなんかやったから、まあ、途中で、はい、まあ、自分もこう喋り出して、うん、いやーなんとかとかって言ったらストップみたいな感じで、本当喋らないでください。ニヤニヤしとんでください。まあ、そこまで喋りたくて、途中でね、会話入ってたりしたり、そこはもうなしで。はい。だからああいうね、変なシーンっていうか。で、でもなんか僕でもそうなったら、でも言ったらなんかその後なんか逆にね、なんていうんですかね、正直にというか、なんか多分喋りたくも喋れないっていうところがそのまま出てたんじゃないかなと思って。あの役で言うと、はい、そうだからもう喋られへん、笑うだけか、もう食べるしかないから、うん、あのシーンで何も飲まずに食パン3枚食べる。喉もう一回言いますよ、ね、また食べんのみたいな。カピカピですね。でその後居酒屋でまた食パン食べる。すごいって言ったらね、食パンくださいとかないし、ね、そうですね、持ち込みで。しかもあの時飲んでるお酒が何でしたっけ、
コカレロっていう、あの、めちゃくちゃきついよ、うん、めちゃくちゃきつい、あれなんであんな居酒屋でコカレロがあんねんみたいな、食パンとコカレロかまわない六本木のバーみたいなお酒をあんな居酒屋で食パンと一緒に召し上がるかわないそんで怒られてるし、そうそうそう食パン食うなお前って言われてるすみません、ありがとうございます。いや、だからあのバンドマンの方とかやっぱり驚かされることが多いですね。そのあとアドリブもいいよというか、アドリブも交えてぜひともやってくださいってなると、より一層自由になった時に、あ、人ってこんな面白いんだというか、なんて言うんですかね、やっぱりちょっと今日ね、バンドマン一人あちょっと扉の向こうに、映画に出てくれたバンドマンが一人来てるんで、盛大な拍手でお迎えください。はい、ということで、はい、元ヌーボーのエース、ケイノです。面接官役でね、面接官役でね、浜田の担当が重要らしいんですよね。いや、重要な、あの、本当会社名セリフ、そうです。ちょっと、あの時はどうでしたか、撮影の時は突然、いやもう雪がすごすぎてそれどころじゃないっていうか、うん、とかもう監督さんも、もうファンのみんなも雪でもうやばいやばいすごいみたいな、で川さん迎えに来てくれたんですね、駅までね、そう、駅まで迎えに来てくれて、撮影の現場がちょっと丘の上だったので、はい、もう坂でもう目の前の車ガンガンスリップして、撮影できないんじゃないかみたいになってました。いや、偉いことだったんですよ。というか、映像がここに飲んだのがすごいね、ねえ、ねえ、ねえ、まあ、いろいろありましてね、いろいろありました、いろいろありました、バンドはね、バンドはやってないんですけど、だから、作品としては、映像の最後の作品になったのがこのまさかの、ねえ、CD じゃなくて映画で、助演男優賞狙ってましたから、ここからね、何かあるかもしれないですからね。そうですね、この作品でもっと広がっていった時に出店してるんで、あの面接官は誰だって言って、ね、あるかもしれません、業界の人がぶっ刺さる可能性もぶっ刺さるありますありますね、はい、お願いします。奇跡が起こり得る、それが映画です。ありがとうございます。素晴らしい映画って本当素晴らしい。淀川長春さん、淀川長春さんね、水野春夫さんさよならさよならさよならみたいなね。ちょっともうじゃあそろそろいい時間なんですかね、これは。というわけで、じゃあ最後はどうしますか、一本締めですか。司会向けじゃないんですよね、司会向けではないです、すみません、頑張っております。最後じゃあやっぱりファンの皆さんに、はい、まあそうですね、まあ元はね、この想像だけで素晴らしいという曲があって、はい、まあ、それを、映像にしたいということで監督に相談して、はい、ね、じゃあ映画しましょうって、監督は新しいこうストーリーをね、そうですね、加えて、はい、だからもともと七夕の話でやろうとしてたのが、やっぱり撮影が冬で、天気予報みたいな、もう絶対冬の絵しか撮られない、うん、ところで裏七夕にね、これ夏設定で撮るつもりやったんです最初はほんまはね、うん、もうこれは絶対冬の絵になるから裏七夕にしようということでね、はい、それが良かったですよね。そうですね、良かったですね、あれで夏って言われてもね。そうですね、でもそんなすぐにこうストーリーを変えれましたよね。いやもうこれ急ハンドル切らないと、いやすごい、直進行ったらほんま事故るわ、もう雪降ってるしね、はい、ほんま撮影チームがもうすごい、もう映像にこだわって撮ってくれてるのを見て、僕ら演者も、はい、いやもうこれはほんまにやるしかないという気持ちになれたんで、いやありがとうございます、ね、もうでも4日間でこの90分の映画を撮るっていうのはなかなかない。普通はやっちゃダメ、そうなんです、ね、30分でお願いしてた映画、ね、で編集で上がってきたら、すみません90分になっちゃいましたみたいな、そうですっていうね、やっちゃいましたみたいな感じでしたね。だからこそこうやって映画館でね、はい、やってもらったりしてると、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。監督も出てるので映画に、そうですね、ちょっとカメラ気づきました、ちょっとだけした役でね、あの一番イライラさせる役で、ね、嫌な感じです。クランクインの一番最初のあのシーンでしたね。あ、そうなんですね、だからクランクインの初日僕七三分けで、はいはい、あのスーツ着てましたから、ね、そうそう、嫌な部下とかね、山本さんの部下で、そうですね、初日監督やって、初日ずっと僕リクルートスーツのまま、はい、あのずっと撮影してました。監督がどんだけピシッとした監督やねんみたいな。そうす、はい、すいません、急に出たのに。
無事にね、はい、ほんまに映画館で上映させてもらってほんまに嬉しいので、はい、はい、皆さんありがとうございます、はい、今日から初日なんで3週間続きますからね、はい、はい、ぜひとも、はい、僕らもなんかこう宣伝とか来れるときはまたチャンスがあれば来ようと思ってますので、はい、はい、そうですね、ぜひとも、なんかこう知り合いでもね言ってもらえると嬉しいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、まあ、終わってからパンフレットとかなんかそう物販もちょっとあるのでサインとかさせてもらいますので、はい、はい、またよかったらその時になんか質問とかあったら何でも聞いてもらえたら、そうですね、ぜひ答える質問コーナーを、はい、お願いします。はい、わかりました。あのこれだけは最後言っていいですか。どうぞどうぞ。あのやっぱこの話いただいた時に、はい、パンの、パンさんの想像だけで素晴らしいなって楽曲聴いて、まあ、僕普通に感動してちょっとまあこれ撮るときに、まあ、僕ももう3月で30歳になるんですけど、あのいろいろ人生とかなんかやっぱあの若い頃高校の時になんかたくさんいろんな素敵なこと想像してこう生きていたけど、やっぱ10年経ってなかなかでも自分の思うような方向に全てが行くわけじゃなくて、なんかちょっと悩んでる時期にこの曲に出会って映画をって言われてやっぱ聴いてちょっと感動しまして、で特に僕は最後サビは想像だけで素晴らしいんだ、タイトルも想像だけで素晴らしいんだですけども、はい、それは僕あくまでちょっとパンさんの皆さんのちょっと深いメッセージだと思ってて、想像だけで素晴らしいんだじゃなくて最後に想像を近づける、現実に近づけるってここを繰り返されるエンドの方で、それがリアルだから想像だけで素晴らしいんだっていう曲じゃないしっていう映画じゃないし、その先に現実があってそれを近づけていくっていう、そこを僕はなんかすごい感動してですね、そこをあのなので作りましたね。はい、タイトルがこれ全部振りなんだっていうようなちょっとあのねつぶやき方しても、肩は自由で大丈夫です。自由ですよ、自由で大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。ハッシュタグはソースバでお願いします。、はい、カタカナで思うと粉もん感出るので、そうなんです、ひらがなでソースバで、うん、はい、ソースバで、はい、じわ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 広がって、じわじわ、じゃあソースバで、はい、はい、はい、普通のハッシュタグつけるのもいいですね。ソースバとソースだけ、ソースだけで素晴らしいな、はい、はい、じゃあどちらもつけてください。ソースバを上にして、自由に行きましょう、自由に行きましょう、自由に行きましょう、はい、というわけで初日、あの下北沢トリュートでの初日舞台挨拶は以上になります。本当に皆様ありがとうございました。